はい、こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。この動画では発酵食などの食に関する知識や、食と健康について、そういったことをテーマにお話をさせていただいております。で、今回はですね、ちょっと砂糖のお話をしようと思うんですけども、前回、沖縄の宮古島の黒糖を知人からいただいて、それをちょっと削ってですね食べるっていう動画を、アップしたんですけども、それに絡んでですね、ちょっと砂糖の話を今回から、何回かに分けてしていこうかなというふうに思います。チャンネル登録がですねまだの方はぜひ最初に登録しておいていただくと、続きの動画も見やすいかと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということでですね、砂糖ってやっぱりこう体に良くないとか、砂糖を食べ過ぎると、悪いことばっかり起きるよとかですね、そういったことを言われがちで、敬遠されがちですよね。特に健康志向の方にとっては砂糖イコール悪みたいなイメージがあるかと思うんですけども、じゃあなんで砂糖が悪いって言われるのかとかですね、実際どうなのか、そういったところを、いろんな観点から、お話をしていこうかなというふうに思います。で、今日はですね、砂糖というか、人間はですね、もう砂糖が大好きだし、もう甘いものっていうのが特にもう好きですよね。人間誰しも甘いものを好みます。で、なぜその人は甘いものを好むのかというところなんですけれども、人間っていうのはいろんな食べ物の味っていうのを感じることができますよね。それどうやって味を感じているのかっていうと、このベロですね、舌にある味蕾というところ、この部分で味を感じることができています。味蕾っていうのは感覚を、感じる、感覚を司る器官なんですね。で、その味蕾にですね食べ物が触れると、そこにこう電流が流れて、その電流によって、神経細胞にこうその味が伝わっていって、でそれが脳に達して、電気信号がですね脳に達して、それが脳に達することによって、その刺激で味を感じることができるという仕組みになっているわけなんですね。で、その味蕾にあるこの味蕾細胞っていうものがありまして、その細胞が、それぞれの味が、違うっていうことを、判断しているということになります。で、人間はですねこの甘みの他に、いろんな味を感じることができます。甘み、塩味、旨味、酸味、苦味ですね。この5つがいわゆるこの五味と言われているものですね。人間が感じることのできる、代表的な5つの味で五味というふうに言われています。で、それ以外にもですね、辛味っていうのがありますけど、これは、一応味っていう字がついてるんですけれども、味覚っていうわけではなくて、これは実は痛みになります。なので五味には入らないんだけれども、一応辛いよっていう味はするんだけれども、これは、味というよりかは、痛みを感じている痛覚なんですね。なので、これはちょっと別になりますけれども、辛味というのもあります。で、その味を感じる能力ですよね。人間ってどうして味を感じるのかというとですね、それは生きていくために必要だから、その味を感じる能力が備わったというふうに言われています。すなわちですね、人は味を感じることによって、でその食べ物がどういう食べ物なのかを見極めているということなんですね。どういったことかと言いますと、まず甘みですよね。これは甘みっていうのは糖質の味です。糖質ですね。糖質イコール炭水化物ですよね。炭水化物の味がするわけなんですけれども、糖質っていうのは人間が動くために必要な、エネルギーとなるものですよね。エネルギーがないと生きていけませんので、そのエネルギーを得るために必要なもの、必要不可欠なものが糖質です。なので、糖質っていうのは必要だよってことで、糖質には、甘みがついているということになります。で、続いて塩味ですね。これもですね、塩っていうのは人間のこう生理作用に欠かせない物質なので、その塩味を
感じるために必要なものですよっていうことを感じるために、塩味をですね、このナトリウムの味がします。塩のナトリウムの味ですね。そして続いて旨味です。旨味はですね、日本人しかしっかり感じることができないというふうにも言われていますけれども、旨味は、アミノ酸ですね、アミノ酸要はタンパク質の味です。タンパク質っていうのも非常にですね、人間にとって重要な栄養素なので、それを感じるための味として、旨味というものがあります。で、続いてなんですけど、今度酸味、これはですね、危険を察知するための味覚というふうにも言うことができます。酸味というのはですね、腐敗したものの味がするんですね。ちょっと酸っぱいなって思うものはイコール、腐敗している可能性があるんじゃないかっていうふうに感じるための味覚なんですね。実際に腐っているものって酸っぱい味がしますよね。あんまり食べたことないかもしれないんですけども、腐ってないと思って普通に食べてみたら、なんかちょっとこれ酸っぱい味がするっていうのを、経験したことがある方もいるかもしれないんですけども、酸味っていうのは腐敗を連想させます。なので実は酸っぱい味が苦手っていう人は多いんですよね。日本人はですね、結構お料理に酸を入れていくものが多いので、酢の物とかですね、漬物とかありますよね。ああいったものが多いので、日本人はどちらかというと酸味に強いというか、酸味が好きっていう方も多いんですけども、特に欧米の方になると、酸味っていうのもほとんど嫌われることが多いですよね。実際に、フランス料理とか、アメリカ人が食べる料理とか、そういったものを見てみると、酸味が効いてる料理ってほとんどないんですよね。アジアとかの地域には結構ありますけども、欧米では少ない、ほとんどないですね。ピクルスぐらいな感じですかね。そういった形で国によってちょっと違うんですけれども、基本的に酸味っていうのは腐敗を連想させる味ということになっています。はい、そして最後の苦味ですね。これもですね、危険を知らせてくれるような味覚ということになっているんですが、有毒なもの、有害なもの、そういったものの味っていうのは苦いですよということになっています。で、最後は辛味は痛みですね。これ、辛いのが好きっていう方は多いと思うんですけれども、やっぱりこれは痛覚なので、味っていうよりかは刺激を求めているっていうことになります。辛いのが好きな方っていうのはどっちかというと刺激を求めているタイプということになりますね。小さい子供なんかは辛いものがまだ食べられなかったりとか、嫌いだったりすると思うんですけれども、それはなぜかというと、本能的なものなんですよね。やっぱり小さい子供っていうのは辛いのを食べると痛いっていうふうに感じるんですよ。もう口の中がピリピリして痛いですね。痛いのでも食べたくないっていうので、辛いものは食べられないということになります。苦味なんかもそうですよね。小さい子供は苦いお野菜とかが、嫌いっていう子が多いと思うんですけども、それはやっぱり、苦いイコールちょっと自分にとって有毒なものが入っているんじゃないかっていうですね、本能的な感覚があるので、苦いものはあまり好きじゃないということになります。そういったですね、ゴミプラス辛味っていうのがあるんですけれども、この中でもやはり重要になってくるのが甘味なんですよね。甘味は非常に大切です。なぜかというとですね、人が最初に口にする、味っていうのは甘味なんですね。それは何かというと、お母さんの母乳の中に含まれている糖なんです。母乳の中には、乳糖っていう、父の糖って書いて乳糖っていう糖があるんですけども、その乳糖が、含まれています。乳糖という、糖質ですよね。それが、母乳に含まれていますので、人間が生まれてまず最初に、口にする味覚、っていうのは、甘味になるわけなんです。実際に母乳を舐めてみてもそんなに甘いとは思わないと思うんですけれども、ほのかにですね、甘い味がします。ですので、甘みって重要なんですけども、なぜ人が甘いものが好きなのか、なぜ人間というのは甘い食べ物を好むのかというとですね、その
答えとしてはやはりですね、最初に飲んだ味、最初に飲んだ母乳の味が甘いから、その味が、脳に刷り込まれているからというふうに、言われています。なので非常にですね、母乳って重要な、要素を持っていますよね。最初に覚えた味が母乳のほのかな甘い味だったから、甘い味が好き、なので大人になっても、甘い味を好むということになります。まあ、もちろんですね、生きていくために必要なエネルギーを摂取するために糖質の、炭水化物ですね、甘い味っていうのが必要なので甘みっていうのを感じるってこともあるんですけれども、まあ、そういったですね理由があって、人間っていうのはみんな甘いものが好きということになるんですね。はい。ということで今日はですね、砂糖についてのお話の、まずはじめとして、人間はなぜ甘いものを好むのかということをお話ししていきました。はい。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。で、砂糖についての詳しいお話、砂糖の選び方講座というのはですね、また別の動画でお話ししていますので、詳しい話を聞きたいという方はそちらも、ぜひ見てみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。